ボス、来い。カン。おお、あお。痛い。はい、おはようございます。クインちゃんです。ボスもおいで。ボスおいで。ほら、はよおいで。ボスくん、エアコンついてるから、はよおいで。ボスくん、おいで。おいで。かん。クインじゃないよ。クインやめて。痛いからな。はいはい、わかった。もう、はいはい、おいで。そこ閉めといたろ。今日はね、暑いので、ボスくん、クインちゃんのね、ためにエアコンつけています。あ、お水飲んできたねんな、今。よし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 、はいはいはい。もうね、お水飲んできたばっかなんで、ボスくん、クインちゃんね、ボトボトです。で、ボスくんはね、いつもね、お家の中入ると、絶対ね、そこにいます。やっぱりね、絨毯より冷たくてね、気持ちいいです。そしてね、扇風機の横なんで、ボスくんね、涼しいかと。扇風機ちょっと下向けといたろ。おう、はい、ちょっと待って、もう扇風機倒したらあかんで。クインちゃん、ちょっとやめて。クインちゃんやめて。おう、クインちゃん、クインちゃん、クインちゃん。あー、重たい、クインちゃん。あお、もうクイン、わかってるってば。なあ、わかってるからな、クイン。はいはい、うーん、じゃないやろ。はい、もうね、クインちゃん大きいんで、飛び回るとね、大変です。触ってほしいんやろ、クイン。はいはいはい、指を加えるなって。ほら、もうボスくん、こっちあかんよ。痛い痛い痛い、クイン痛っ。クイン、マジで痛い痛い。見てください、ちょっとね、映ってないかな。もうね、あ、見えるでしょうか。もうね、傷だらけです、もう。クインちゃん、ほら、ボス、扇風機の後ろいたら意味ないよ。ボスくん、扇風機の前に行かない、意味ない。で、クインちゃん、あかんよ。クインちゃん、ボールやめて。クインちゃん、もうやめて、お家でやめて。クインちゃん、穴開くからやめてな。もうね、大きいだけでね、パニックです。もう、クインちゃん、やめよ、ボール。ボス、扇風機動かすな。もう、ちょっと、もう言うこと聞いて。もうね、ほんとね、大きいだけでね、別に小さいワンちゃんだとね、何も問題ないんですが、大きいってだけでね、もう絨毯がだん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 動いていってます。あ、もうボスもあかんで、そっち開けたらあかんで。テーブルでね、こっちには行けなくしています。そうしないとボスくんね、また食べ物取りに行くので。はい、もうボールはあかん、投げへんでな。そんな投げてほしそうにしたらあかんの。おう、そこでゆっくりねんねしておきな。涼しいやろ。よしよし。あ、もうボスは何、ボス扇風機反対。ボスくん、扇風機反対やから、そこ涼しいのこうへんよ。そうそう、もう扇風機動かすなって、ボス。うん、じゃない。扇風機動かしてもな、反対向けなあかんの。わかった、反対向けてほしいの。うん、ちょっと待っちゃ。わあ、もうクイーン、やめて、ボールでやめて、テレビ潰れる。ちょっと待って、ボス。ボスくん待って。はい。今度いい？ボスくん。これ涼しい？なあ。クイーンちゃん、テレビ、ああ、もう、あこってば、もうクイーンちゃん。もうね、もう大変、よだれがやばい、ボス、ボスじゃない、ボスとクイーンの。ほんで、ちょっと絨毯がもう、はいはい、ちょっと待って、直します。ああ、疲れた。やめて、クイーン、こっちやめて。もうね、さっきのとこがね、見えるでしょうか。クインちゃんね、ちょっとね、上乗ってしまっただけでね、水ぶくれになってきています。とにかくね、大きいってだけでね、毎日いっぱいね、傷ができます。あ、疲れた、クイン。ちょっともう疲れたわ。何匂い出んの、クインちゃん。今日はね、特になんかするってわけでもなくね、お家の中でのな、なじゃお、ちょっとすいません、失礼しました。もうね、口悪いです。お家の中でのなじゃないです。お家の中での撮影です。もうね、もうボスコンクイーンちゃんのせいでね、パパトークね、もうぐちゃぐちゃでね、かなり口悪かったです。すいません。もうね、本性現れるか、クイーンちゃん。もうクイーンちゃんもクイーンちゃんでな、
ごえんちゃんも楽しい、ボス君はボス君でね、見てください。おうおう、扇風機こう向きやって感じですよね。なんかね、お外だとね、あんまり気にならないんですが、やっぱりね、大きいワンちゃん家の中来るとね、こらクイーン、その辺やめて、コンセントあるからボロ持っといてクイーン。はいはい、こっちで遊びな。大きいだけでね、やっぱりね、もうクイーンちゃんもちょっとお家の中、クイーンちゃん大変ですよね、やっぱり。はいはいはい、近い近い、もう痛い、もう足が折れる、クイーン。パパのね、足に乗りました、もうクイーンちゃん、本当に足折れそうになります。ボスもね言っています、クイーン、もっとパパを大切にしろと。パパがいなかったら僕たちね、ご飯食えないんだぞって。なあボス君。はいはい、ボスも何してんの、もう。ああ、クイーンちゃん、いつの間に反対向いたん？なあ、クイーンちゃん。もうね、ほんとね、大きいワンちゃんはね、可愛いですよね。結構ね、YouTube のお友達でもね、ゴールデンレトリーバーだったり、バーニーズとかね、結構ね、飼われている方多いんですが、やっぱりね、みんな共通してね、大きいワンちゃん、もうね、好き好きが伝わってきます。みんなね、結構まったりね、おとなしいんですが、我が家のね、クイーンちゃん、ボス君はね、もうね、僕ボス君も何してんの、もう。はいはい、もうボールダメ、ボールね、ちゃんとね、パパが持っています。ほら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 、ほら、引っ張るな、引っ張るな。痛いってばな。クイーンちゃんにね、靴下の上からでも手やられるとね、かなり痛いです。ボール蹴ってほしいの、お家の中しゃかんで。でもね、ちょっとだけならほいバランスボールはさすがにね、あ、ボスコンクイーンちゃんね、初めてバランスボール見ます。なので、うわお、ちょっとクイーン怖いってなあ。まあね、とにかくね、可愛いです。もうね、ただのね、もうクイーンちゃん、ボスコン大好きなパパ動画ですが、よかったらね、見てください。なあクイーンちゃん、クイーンちゃんも可愛い可愛い、クイーンちゃん、クイーンちゃんおいで、ほらおいで、クイーンちゃん、こっちよ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 。クイーンちゃん、ごめんごめん、クイーンちゃん、よくね、映画でありますよね、こうやってね、こっちよ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 ってね。なあ、パパがしてどうすんねんってな、クイーンちゃん、何してんの、クイーンちゃん、なんか悪いことを考えてる。まあね、もうあっという間にね、もう8分経っています。おお、もうそこはあかん、クイーン、あかんってば、こっちで。やっぱりね、お外はね、ほんとね、最近はもうクイーン取ってる、クイーン取ってる、ちょっと待って、クイーン、ノーノー、はい、ちょっと待って、よいしょっと、はいはい、ちょっと待ってください、はい、そっちで遊びな。やっぱりね、何喋ろうとしてた、あ、さ、最近ね、もうほんとね、暑いですよ、クイーンちゃん、ほんとね、暑いんで、なかなかね、やっぱり、日中ね、お外、厳しいです。ボスコンクイーンちゃんね、ほんと厳しいので、もうね、日中はね、できるだけ、家の中で、で、エアコンなんですが、エアコンね、タイマーっていうかな、携帯でね、最近のエアコンは携帯で、お家の中のね、温度を見たり、温度調整したり、痛い！クイーンちゃん、足折れる。温度調整したりね、エアコンつけたり消したり、ヒーターつけたり消したりね、携帯でできるんで、そういった面ではね、結構便利なんですが、ただね、やっぱりね、お家にいるときね、トイレとかね、我が家はね、トイレお外です。で、お水もね、お家の中入れたらね、もうすっごいことになります。もう悲惨です。もうね、周りがね、ボットボトになります。なので、お水もね、外に置いているんですが、まあ、お水頻繁に変えてね、寝るときはお家、で、トイレね、トイレと水飲むときは、お外でね、飲んできてもらいますな。ボス君、ボス君、はいはいはい、もうまたボスそんなことしてる。で、クイーンちゃんはクイーンちゃんでね、やっぱりね、ボール好きなんですよね。クイーンちゃん、おい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 、ほら、ボール取ったのか、おいおいおい、蹴ってほしい？クイーン蹴ってほしい？じゃあ、せーわ。
せ、こい、こらこらやめて、痛い、こい、こい痛い、こい、せはせ、ステーキ、タッチ、タッチ、こい足、タッチは、タッチは、こい、タッチ、痛い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 、わかったわかったわかった、見てくださいあの手ね、本当に痛い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 、こいちゃんやめて、ほんで折れるからやめて、わかった、ボール上げる。もうね、クイーンちゃんにね、捕まれるとね、めちゃくちゃ痛いです。もうね、多分ね、小さいね、ワンちゃん飼われてる方はね、ほんとわからないかと思いますが、もうね、もう人間にね、ギューって握られてるような感じです。ボス君はね、そんなことしません。ボス、えい、タッチ。こうやってね、匂うだけです。ボスタッチ。から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 、舐めるな、足を舐めるな、ボス。タッチは、タッチは、タッチ。でね、ボス君のね、手とね、パパのね、足、大きさ変わりません。な、ボス。タッチは、ボスタッチ。イェーイ、痛い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 。ボス、ボスも痛いやんかな。そんなシーヒンだけ、ボスは。まあね、クイーンちゃんはよくするんですが、ボス君優しいだけか。そっかそっか、ボスもできるのか。ボス君ね、耳かきちゃうわ。ごめん、間違った。耳かきじゃなくて、水かきがね、ボス君の手にはあります。ボス、ちょっと手見して。な、わ、よだれだらけ、すっごいな。うん、手見せてよ。痛い痛い痛い、もうクイーンはやめて。見して、見して、手見して。手、タッチは、タッチ。タッチは、タッチ。いや、なんもあげへんて。な、クイーンもん、クイーンもんじゃないから、はい、タッチ。見して、手見して。もう、いいわ、もういいわ、かったわかった。はい、はい。もう寝といて。で、クイーンちゃんはね、クイーンちゃんでね、水かきはないんですが、もうね、とても強いね、もう握力の持ち主です。ずっとね、ボールで遊んでるクイーンちゃん、そしてね、まったりボス君、今日もね、動画を見てくださりありがとうございます。またね、明日、今日のね、続きでね、撮影できたらなと思っているので、どうなるかちょっとわかりませんが、今日はね、この辺で動画終了して、また明日ね、また楽しみにしていてください。じゃあね、ボスくん、ボスくん、バイバイのチュー。どうでしたでしょうか。今日はね、お家の中でボスくんくんちゃん動画だったんですが、明日も、お家の中でボスくんくんちゃん、撮影続きするので、よかったら楽しみにしていてください。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。今日も素敵ないい一日を。